フランス海軍、フランス海軍、フランス海軍、MN は、フランスが保有する海軍。第二次世界大戦での教訓から、独自の軍事体制を維持しており、戦略核や空母などを保持している。また、海外に植民地があることから、小型の艦艇を警備用として、太平洋、インド洋、カリブ海など海外領土に展開している。海軍司令部は、パリの総司令部。 ブレストの大西洋艦隊司令部、トゥーロンの地中海艦隊司令部及びシェルブールの英仏海峡小艦隊司令部が存在する。フランス海軍は王室との伝統的な結びつきにより LA ロイヤル、ザ・ロイヤルとして親しまれてきたが、イギリス海軍に代表されるヨーロッパ諸国の海軍のように王室に関わる称号をいただくことはなった。モットーは、オーオンパトリ、バルール、 ディシプリン、名誉、祖国、勇気、規立。これらの言葉は海軍のどの艦船のデッキにも刻まれている。19世紀において、フランス海軍はイギリスによる制海権の優位に対抗するため、砲弾、装甲艦、潜水艦等軍艦における技術革新を主導した。開国後の江戸幕府は幕末における所戦において、フランス式近代軍備を整えるために、 フランス人軍事顧問団を受け入れて、軍政改革を行っており、陸路で将軍自ら出陣した第二次、長州政党では、一部が様相をまとった、幕府軍兵士が京の都へ東海道を、進軍していったが、近門の兵などでは、撮影戦争以後英国式軍備と傭兵を、徹底していた、薩長連合に敗れた。明治維新後の明治政府は、初期の日本海軍力整備として松島など、 数隻のフランス西軍艦を発注し、母親戦争で函館に至るまで交戦した旧幕府海軍の残存艦も可能な限り再利用することとした。またエミール・ベルタン、エミール・バートン技師が大日本帝国海軍に招兵された。第一次世界大戦への参戦により外洋活動が可能な駆逐艦が不足したため、1917年に、 駆逐艦の受託建造協定を日本と結び、12隻を発注した。日本では川型駆逐艦の武装を変更した艦を建造、受領したフランスはアラブ級駆逐艦として1936年頃まで配備していた。第二次世界大戦開戦当初、フランス海軍は連合国側として数軸国相手に参戦し、ノルウェーの戦いでは軽巡洋艦、 エミール・ベルタンを機関とする大型駆逐艦6隻、汎用駆逐艦5隻、補助巡洋艦6隻、潜水艦13隻を投入して、なるべく上陸を支援した。しかし、ドイツ陸軍の進行速度が連合国軍の予想を上回り、上陸作戦を中止し、連合軍を北、フランスから撤退させる作戦などに参加し、フランス海軍は駆逐艦以下小型艦30隻と、 終点20隻を持って、フランス軍よりも先に撤退を開始するイギリス軍を送り届ける活動を行った。イタリアの参戦後は、イタリア海軍への備えとして、普通量アルジェリアのメルセルケビール軍港に、高速戦艦、ダンケルク級2隻を要する第一艦隊、第一戦艦戦隊、第四巡洋艦戦隊、第二系戦隊及び空母ベアルンを待機させ、 旧式ながら有力な火力を持つ戦艦、ドレーヌをアレキサンドリアに派遣した。イタリア参戦時には、トゥーロンに第3艦隊、第1巡洋艦船隊、第2巡洋艦船隊及び第3系船隊、アルジェにプロバンス級2隻の第2戦艦船隊と巡洋艦船隊2体があり、他に、仏領チュニジアのビゼルトに潜水艦船隊6体が派遣されていた。 イタリア空軍が1940年6月12日にビゼルト港を空襲し、トゥーロンを夜間爆撃を行ったため、フランソワ・ダルラン元帥の立案で、トゥーロンのアルジェリー以下従順洋艦4隻特逐隊3隊が、第3艦隊司令長艦中将の指揮の下出撃し、連合軍に先駆けてイタリア本土の砲撃、バード作戦行った。だが、フランス降伏により大部分を ドイツ海軍の手の届かない本国以外の植民地にフランス海軍の艦艇を待機させたがそのうちの主力の一部はドイツの手に落ちることを恐れたチャーチにより1940年7月アルジェリアのメルセルケビールにおいてイギリスの攻撃を受けたメルセルケビール海戦一方イギリスのポーツマスとプリマスにあった土球戦艦クールベ級クールベパリに サフィール級潜水艦、リビなど7隻と駆逐艦10隻、集艇約200隻があったが、これら艦艇は7月3日に、イギリス海軍により武装解除され、乗員は陸上に隔離された。物資輸送の途中、マルティニークにあった航空母艦、ベアルンと軽巡洋艦2隻は現地で抑留された。一方、アレキサンドリアのフランス艦隊は主法を向ける英国艦隊の前で、 水兵たちが戦争で汚れた、看板磨きを行うパフォーマンスで場を和ませ、英仏艦隊司令長官同士の話し合いにより、平和裏に武装会が行われた。これらの海外に展開していたフランス海軍は、武装解除を受けたが、後に自由フランスを旗揚げしたシャルルド・ゴールの指揮下に入り、6月28日に、ミューズリエ提督のもと、自由フランス海軍、FFNF として、 再編成された。戦艦、クールベには、軍港の防空を担うために自由フランス海軍の人員が配置され、宿泊艦兼練習艦となった。その中で、いち早く活動を開始したのは、駆逐艦以下の小艦艇で、戦護衛や沿岸哨戒任務や数軸群への通称破壊任務を行った。小艦艇の数に不足していたイギリス海軍にとっては、 後方を任せられる力が増えるのは歓迎すべきことであった。連合国として本格参戦後はフランス本国のドイツ要塞陣地やビシーフランス側についた植民地への攻撃を行った。その中で最大の活動は9月に行われたダカール攻略作戦でビシーフランス側についていたダカール艦隊を無力化すべく主力は アンドルー・カニンガム提督率いるイギリス海軍で自由フランス海軍は植民地通報艦、ブーゲンビル級3隻と武装トールセン数隻が参加した。一方、BC フランス海軍側には未完成戦艦、リシュリューのほか、軽巡洋艦3隻、汎用駆逐艦3隻、通報艦6隻、潜水艦3隻が戦力として存在していた。 両者が激しく戦いあったが決着がつかず、上陸作戦は中止され、イギリス海軍の戦略的撤退となった。この戦いで、ビシーフランス海軍のイギリスへの不信感は最悪のものとなった。一方、自由フランス海軍はこの戦いでビシー側を勢いづかせないために11月には、仏陵ガボンを攻略。現地のビシーフランス海軍の通報官一席を自由。 フランス海軍側の同系艦が沈めた。1941年春には、イギリスの支援を受けて、仏通ソマリア解放作戦が実施され、自由フランス海軍の通報艦2隻が輸送船団を護衛した後、ジブチに進出して、海上封鎖を行った。この折に、仏通マダガスカルから出撃した、潜水艦からの攻撃を受けたが双方に、被害は出なかった。 この時の潜水艦は1942年5月に、イギリス軍がマダガスカルを攻略した時に、補助巡洋艦一隻と通報艦一隻と共に、潜水艦三隻が撃沈された。ビシーフランス海軍側もその後は何もしていなかったわけではない。1941年6月のイギリス軍のシリアレバノン侵攻において、シリアベールート戦隊司令のピエール・グルトン少将の 式のもと、大型駆逐艦2隻と潜水艦3隻を使い、フッツ潜水艦が AK 巡洋艦を攻撃して未遂に終わるも、大型駆逐艦2隻がオーストラリア第7師団を艦砲射撃にて攻撃し、損害を与えている。この損害に慌てたイギリス地中海艦隊は、水雷船隊を派遣するも逆に、j 級駆逐艦、JNAS、ジャッカルが帰り討ちに相対派させられてしまった。 この損害に王を煮やしたカニンガムは植民地海軍の艦艇を次々と引き抜き、ついにはドイツ攻撃を行っていた基地航空隊を動員してまで駆逐艦狩りを行う羽目になったが、費やした労力に反比例してイギリス軍は結局この2隻を撃沈することは叶なわなかった。ビシーフランス海軍は1942年11月の統治作戦の際にも、 果敢にイギリス海軍やアメリカ海軍と交戦した。カサブランカでは未完成の戦艦、ジャンバールが米戦艦、マサチューセッツと激戦を行った。しかし、ジャンバールは乗員の多くを陸戦隊として回していたばかりか2機の主砲塔のうち1機のみしか乗っていない状態で戦闘を行ったため、マサチューセッツに打ち負けて大破してしまった。また、軽巡洋艦プリモゲや、 駆逐区間もカサブランカから出撃したアメリカ海軍と交戦したが大きな損害を出した。この戦いのち、ダルラン元帥は連合軍代表、アイゼンハワーやカニンガムと協定を結び、北アフリカのフランス陸海空軍は連合国側と協力して数軸軍と戦うことを約束した。しかし、ドイツを通さずに勝手に交渉した行為に激怒したアドルフ・ヒトラーは報復として、 ビシーフランスに進中、ドイツは数的に、まだ、ドイツ海軍と互角の大型艦を持つ、ビシーフランス海艦隊を接収戦と、トゥーロンに、戦車隊を差し向けた。だが、ドイツ軍が到着する直前の1942年11月27日に、ビシー政権下のフランス艦隊は、機関、ストラスブールからの号令の下、トゥーロン港において一斉に自陳した。これにより、 戦艦3隻、巡洋艦7隻、駆逐艦32隻、潜水艦16隻、水上規模艦1隻、小艦艇18隻が無力化し、数軸側に渡るのを防いだ。ドイツは一時の艦赦によって、地中海西部を守護していた戦力を失ったのである。その中で、ドイツが手に入れられたのはドックで修理中の駆逐艦4隻で、戦車隊により露角された。一方、 12月18日にヴィゼルトに侵攻したドイツ陸軍は同地に停泊していた潜水艦9隻と小艦艇5隻を捕獲した。だが、数軸側の不転際により自由フランス海軍側に脱出する艦艇が続出し、1943年の時点で自由フランス海軍の戦力は、戦艦3隻、航空母艦1隻、重巡洋艦3隻、軽巡洋艦6隻、 駆逐艦13隻、潜水艦19隻、小艦艇95隻を数えるまでになった。総勢4万人の規模となった自由フランス海軍は、戦闘で消耗した艦艇の修理と近代化改装を行い、戦力化とすることだった。ダカール沖海戦で損傷したリシュリューはアメリカに開港され、ニューヨーク海軍交渉で観光工事を行った後、 連合が赤海軍には希少な速力31ノットを出す高速戦艦の席として参入。1944年4月には対日作戦に参加するためイギリス海軍東洋艦隊と合流した。その他の自由フランス艦隊の主任務は依然として戦団護衛や沿岸昇海、港湾防備であった。1943年のコルシカ奪還作戦は 自由フランス軍主導で行われ、軽巡洋艦、ジャンヌ・ダルク以下軽巡洋艦2隻、大型駆逐艦2隻、駆逐艦2隻、潜水艦3隻が上陸作戦に参加し、巡洋艦や駆逐艦による艦砲射撃により、ドイツ軍陣地を撃破、自由フランス陸軍の活躍により、ドイツ陸軍は白旗を挙げ降伏し10月4日に、コルシカ島を解放した。続いて、 ノルマンディ上陸作戦において自由フランスからは、軽巡洋艦一隻と駆逐艦船隊を参加し、巡洋艦と駆逐艦は、オマハ海岸を艦砲射撃。ドイツ側の沿岸砲の被害に遭うのを恐れて、射距離を取って砲撃する、米英来艦隊とは違い、自由フランス艦隊は逆に砲台の弾が届かん、ばかりに接近し、精度を高めた砲撃は次々と沿岸砲台を返り討ちにして、 同地の上陸作戦を成功に導いた。南部フランスのプロバンス上陸作戦には約50隻を参加させた。駆逐艦以下の小艦艇には輸送船団の護衛に徹し、戦艦、ロレーヌをはじめとする巡洋艦8隻は陸上砲撃支援任務に就いた。トゥーロン奪還作戦は8月28日に終了し、4年ぶりの帰還を祝う長さ50メートルのペナントを引く自由。 フランス艦隊が外戦したの9月13日のことであった。同地で地中海艦隊が編成され、巡洋艦号席、駆逐艦6席と小艦艇多数により、南仏沿岸からジェノバーまでの紹介任務、未だ残るドイツ軍陣地への艦砲射撃、機雷処分任務についた。大西洋方面では、ドイツ軍占領地解放のため、戦艦、ロレーヌ沖艦とし、従順洋艦、 デュケーヌ以下でフランス機動部隊が編成された。その活躍によりフランス沿岸部は順次解放された。第二次世界大戦後は戦勝国として扱われたものの国土が戦場になったことでフランスは国力を消耗していた。また、江戸時代から明治にかけてはイギリスと並ぶ官邸製造技術を持っており日本の江戸幕府が幕末に 初めての奉還を発注したのもフランスであった。しかし不仏戦争から第一次及び第二次世界大戦にかけて幾度となく国土が大戦争の舞台となり陸軍力編成を優先せざるを得なかったこともあり独自の造船技術を得得した上でいち早く空母の有効性に着目した日本海軍や日英同盟下で日本の手本となったイギリスのように戦艦機にかけて 軍戦信国ではなかったため、この時期に太平洋地域におけるフランス海軍の活動は極めて限定され、唯一例外的に最後の仏領インドシナ政府に所属していた艦艇が現在のカンボジア地域の領有権をめぐって太陽国海軍と交戦したのみである。この大仏国境紛争はタイと同盟を結んでいた日本の仲介により停戦したため、結局、 第二次世界大戦終結までに日仏両国の間で開戦が行われることはなかった。第二次大戦後のフランスは長年の宿敵であった隣国ドイツが東西に分裂したことで逆にロシアに対する干渉地帯として機能していた東欧地域を失い西ヨーロッパ地域におけるソビエト連邦の脅威に対する反響の防波堤としての役割を担わざるを得ない状況に 置かれてしまった。1950年代に西ドイツが再軍備し、NATO に加盟するまでは、地政学的に東西冷戦の最前線に置かれ続けることになった。フランスにはミサイルの時代に入った水上艦艇を独自開発する時間もなく、当初はアメリカやイギリスの戦時急増艦を中心に供与を受け海軍が再建された。1960年代に入り国産艦艇で、 大体を開始し、クレマン総級航空母艦やシュフラン級駆逐艦などを建造し、搭載する艦載機やミサイルなども国産化が進められ、エタンダール4攻撃機やマズルカ、艦対空ミサイルなどが開発された。核武装も行われ、原子力潜水艦とそれに搭載する潜水艦発射弾道ミサイルも国産化され、アメリカとイギリスが主導するナトウとは距離を置き、 フランス独自の防衛政策を進めた。独自路線は今でも続いているが、他方では他のヨーロッパ諸国との共同開発にも熱心である。現在行われている共同開発としては、イタリアと共同開発中のホライズン計画によるホルバン級駆逐艦、イギリス及びイタリアと開発したパムズなどがある。ユーロファイターの共同開発が決裂して、 独自に開発した戦闘機がシャルル・ド・ゴール搭載機のラファールである。戦略厳選は6隻から4隻に削減されたものの、空母は原子力空母、シャルル・ド・ゴールに次ぐ2隻目をイギリス海軍に提案したクイーン・エリザベス級航空母艦の巡動計官として建造する案が進めれている。ただし、空母については建造が決定しておらず、 フランスの大統領選挙の結果によっては計画が変更される可能性も存在している。更新時期の迫っている大戦任務を担う水上戦闘艦はほぼ同数による更新計画が進行している。フレム計画によって2017年までにトゥールビル旧駆逐艦、ジョルジュ・レーク旧駆逐艦、デジエン・ヌドルブ旧通報艦の合わせて18隻中17隻を 更新する予定であったが予算不足により11隻へ削減されている。ニコラー・サルコジ大統領によって2009年にフランス軍を NATO の軍事機構へ復帰させると発表した。また数年かけてフランス軍を4万5千名削減し、小規模でも装備の充実した機動性の高い軍隊に再編成する。海軍も削減の例外ではなく核戦力は 最優先で保持されるが、フリゲートは18隻程度に削減される。NATO の共同作戦を重視した戦略に切り替えると、共に EU 加盟国の海軍艦艇を持ち寄り空母を中心とする部隊を編成することを提案している。多くの植民地が独立したが、現在も旧植民地や海外県へ利権を持っているフランスは、警備用の艦艇をそれらの地域に常駐させている。 冷戦の終結と増えつつある、低強度紛争への対処のため、それらの艦艇は、従来からの対戦警戒任務よりも、海上から陸上への戦力投射を重視した運用へ、切り替えている。アメリカのフロムザシー戦略の小型版と言っても良い。ラファイエット級フリゲートとフロレアル級フリゲートは、20から30名程度の特殊部隊のためのスペースがあり、 搭載するヘリコプターも任務により、対戦ヘリコプターと、汎用、輸送ヘリコプターを積み替えて運用することができる。大規模な部隊の正規戦よりは、対テロなどの非正規戦への対処能力が向上している。旧式のゲチエンヌドル部旧通報艦は、フレム計画によって、アキテーヌ級駆逐艦の体型で代替される予定。アキテーヌ級駆逐艦にも、同様に、 特殊部隊用のスペースが確保される。海軍の全般組織は国防法によって規定される。1991年7月14日の政令第91から871号により成分化されて以降は以下の5つを基本軸として各種運用がなされる。2007年現在現役兵役46,200人、文民1300人が所属。 軍事作戦については、統合参謀総長のもとで指揮され、海軍参謀総長は、その補佐に当たる。以下の組織は、海軍参謀総長の責任のもとで管理される。士官は、召喚は四階級であるが順庄を置かず、代わりに中将と大将の間に、上級中将が置かれている。上級中将は、英米式の階級制を採用している国では、中将に相当し、 中将と少将はそれぞれ少将と、順将、大将に相当する。制度上海軍大元帥となるアミロルデ・フランスが存在するが、1869年のフランシストマ、トレガール以後の就任例はない。また、海軍元帥となるアミロルデ・ LA ・フロータも勝手は存在したが、フランスはダルランただ一人に授与されたのみであった。官、は三階級、その下に、 士官候補生、アスプイラントと海軍大学生、エレベイオフィシエが存在している。下士官は上級3階級、下級2階級の計5階級。ただし最上位のメジャーは順位とみなされるため、実質的には4階級である。その下に海軍学校学生、メインストラナーがあるが、これは兵の最高階級と同一の扱いとなり、兵長相当である。 兵は三階級、ただし最下級のメイトラットが厳密には二種に区分されるため実質四階級である。フランス軍の階級及び軍服、フランス海軍の階級賞も参照のこと。ロング島については潜水艦基地であるが、統合参謀本部戦略海洋部隊が管理する。2011年6月現在。ジャーヌ。 s ファイティングシップス2011-2012より、歴代官邸については、フランス海軍官邸一覧を参照。2011年6月現在、ジャーヌ s、s ファイティングシップス2011-2012より、生年順、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。